こんにちは。高輪教育プロジェクトの最終報告を始めさせていただきます。情報通信学部、情報メディア学科2年の東條龍之介です。よろしくお願いいたします。今回はこのように進めていきます。今年度の活動に関しては、行うことができた活動と行うことができなかった活動の大きく2つに分けて報告いたします。高輪教育プロジェクト、通称 TKP は、校舎を取り巻く街、社会をキャンパスに見立て、地域の活性化を目指して活動を続けてきました。私たちは今年度の目標として、積極的に大学と地域をつなげるを掲げ、34名のプロジェクト所属メンバーに加え、コーディネーターの先生方、アドバイザーの職員の方にもご協力いただきながら活動を行いました。今年度の活動について報告します。こちらが当初予定していた活動です。これらの活動は例年行っていましたが、イベントの中止や地域の方と実際に対面して行う活動が多く、感染症対策が難しいことから、今年度は活動することができませんでした。これらが今年度行った活動です。TKP の活動が7月のチャレンジウィークから始まりました。その後もミーティングを重ね、例年には行っていなかった新しい活動も行いました。オンラインでは学内向けの活動をメインに実施しました。チャレンジウィークは新入生や TKP を知らない学生に私たちの活動に興味を持ってもらう良い機会になり、実際に10人ほどの新入生が参加してくれました。TKP 夏の交流会やプロジェクトオリエンテーション、定期的に行うミーティングでは今後のプロジェクトに関する情報の再確認などを行いました。11月には区長と区政を語る会に参加しました。オンラインでの参加にはなりましたが、港区長や高輪地域の他の学生と意見の交換ができたことで、とても有意義な時間を過ごすことができました。対面での活動としては、高輪地域の町内会が主催したイベント、江ノっ子高塩湖町に参加しました。地域の子どもを対象としたイベントで、私たちは設営、片付けやイベント中の場内整理といった形で運営をサポートしました。イベント後には地域の方から、学生さんの方から声をかけてくれて、率先して動いてくれて本当に感心した、などといった感謝の声をいただくことができました。さらに、高輪子どもカレッジさんとの共同企画、TKP と動画で遊ぼうとして、小学生の児童を対象にした動画を現在作成しています。マジックやカップダンスといった遊びを教える動画を子どもたちに視聴してもらい、挑戦してもらうというものです。動画撮影は大学構内にて少人数で行い、編集作業は Zoom などのオンラインで行いました。2月下旬には動画を視聴してもらう予定です。また、広報活動としてホームページ、Twitter の更新も行っています。今年度の活動はこれまでで大きく異なったものになりましたが、活動を通じて特に感じたものは、私たちの生活には地域の方々との交流が不可欠で、実際に対面での活動が大部分を占めているということです。今後も活動を続けていくためにも、社会の状況の中で自分たちにできることを見出し、実行に移すべきだと思います。オンラインでのミーティングや作業が増えた分、顔が見えない状況でのコミュニケーションの取りにくさや、作業分担の難しさなど改善すべき点が見つかりました。来年度の活動についてです。このような状況下だからこそ、地域の方々の支えになるような活動をしていきます。その一つが、高齢者向けのパソコン、スマホの使い方講座です。この状況下において、Zoom などを利用したオンライン会議が急速に普及しました。そこで、高齢者向けにより使いやすくなる端末の設定方法を説明し、疑問などを解決できる場を提供することができればと考えています。また、子ども向けの企画として、動画での間違い探しや謎解きなどを実際に子どもとの接触機会がない形でも楽しんでもらえるコンテンツの制作も考えています。また、オンラインで活動していく上でメンバーの協力が何よりも大事であることを痛感しました。そのため、来年度は定期的に雑談会のような軽い気持ちで参加できる機会を作るとともに、より発言しやすい環境を作り出せるよう工夫していきます。メンバー会議に関してもガイダンスなどを通じて、少しでも多くの学生の目に留まるよう努力するだけでなく、プロジェクトに入って実際にやってみたい企画や活動を見出せる機会も作りたいと思っています。今年度の活動では反省だけでなく、新しい企画を通じての発見もありました。その両方を今後の TKP の活動に反映し、TKP が少しでも高輪地域を盛り上げることができるように活動を続けていきます。これで高輪教育プロジェクトの報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。